ソーラン節研究家森森博士です。今日のテーマは気象病。皆さん、気象病という言葉を知ってますか？雨の日は頭が痛い、台風の季節は体調が悪くなる。こんな風に天気の変化で体調が悪くなった経験ありませんか？実はこの症状は最近気象病という言葉で注目をされているんです。この動画では気象病のセルフチェックから対策までギュギュッとまとめて解説していきます。今日の目次はじゃじゃん。この動画を最後まで見て役に立ったと思ったらぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは解説いきましょう。どっこいしょーどっこいしょー。その1、気象病って何？まずは気象病のセルフチェック。じゃん。今からモリモリ博士が出す12個の質問にはいかいいえかでお答えください。それではいきましょう。1つ目、天候が変わるときに体調の不良やメンタルの不調がある。2つ目、雨が降る前や天候が変わる前になんとなく予想ができる。3つ目、頭痛持ちである。4つ目、肩こりがある。猫背、反り腰がある。姿勢が悪い。5つ目、歯の食いしばり激しい。歯の治療が多い。6つ目、めまいや耳鳴りが起こりやすい。7つ目、乗り物酔いしやすい。8つ目、1日4時間以上パソコンやスマートフォンを使うことが多い。9つ目、ストレッチや柔軟体操、運動することが少ない。10個目、年中エアコンの効いている環境にいることが多い。11個目、日常的にストレスを感じることが多い。12個目、男性も女性も自分が更年期障害であると思うことがある。皆さんどうでしたか？実は先ほどの質問の1から3番のうち1つでも当てはまる人は気象病の可能性が高いんです。他の要因も組み合わせによっては気象病の可能性が高いと言われています。詳しく知りたい方は概要欄にセルフチェックのリンクを貼ってますので、動画を見終わったらぜひともやってみてください。気象病はお天気の変化による気圧の変化に自分たちの体が対応できないということから症状が現れてくるんです。私たちに気圧の変化を知らせてくれるのは耳の奥にある内耳という場所なんです。内耳ってめっちゃ内耳なんです。内耳を知らない人がいると思うので内耳書いてみます。実は内耳というのがここがセンサーの役目をしていて、ほに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 はいはい、天気悪くなりましたよ、雨ですよ、はい、それを感じ取ります。感じ取ったらこのセンサーが、はい、今度は脳みそです。ぐにゅ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 、はい、ぐにゅぐにゅぐにゅ、ソフトクリームじゃないよ。内耳から脳の中枢にある自律神経に気圧の変化を伝えていくんです。ちなみに自律神経っていうのは交感神経と副交感神経というのがあって、今回のこのセンサーを感じやすいのは交感神経の働きです。ただここで内耳自体が敏感な人がいます。この敏感な人が気圧の変化を感じて自律神経に刺激がいく、伝わっていくと、ここ自体がアンバランスになります。過剰に感じすぎちゃうというところから、実はここから頭痛いよ、頭痛がするよ、めまいがするよといういろんな症状が生まれてきてしまいます。ちなみに肩こりや喘息、うつ病まで発生してしまうような様々な症状が起こるのが気象病の症状の一つなんです。その2、辛い症状改善におすすめなマッサージ。ここまではセルフチェックとかどうして起きるのかというお話をしてきましたが、皆さん安心してください。気象病に推奨されたマッサージが実はあるんです。今日紹介するのは以前日経新聞でも紹介されたマッサージなので、皆さん一緒にやってみましょう。それではいきます。ズバリ、耳の血行を良くするマッサージ。1つ目、親指と人差し指で耳のちょっと上掴みます。はい、上に5秒間引っ張ります。1、2、3、4、5。 OK、 今度横に引っ張ります。5秒間、1、2、3、4、5。 OK、 今度は下に引っ張ります。せーの、1、2、3、4、5。 OK です。5秒間上横下に引っ張る。耳の周りにも血の巡りを良くしていきます。2つ目は耳をちょっと後ろに引っ張って回します。ぐりぐり、大きく5回いきましょう。はい、1、2、3、4、5。 OK、 3つ目は耳をピタッ押さえて5秒間キープします。行きましょう。1、2、3、4、5。最後は手のひら全体で耳を覆って5回覆いながら後ろに回していきます。行きましょう。せーの、1、2、3、4、5。
ボワボワボワーとこの耳の周りが熱く感じたり、ピリピリチリチリという感じがあると血行が促されていると思いますので、ちょっと足りないなと思う人はもう1セットやってみてください。耳の血行を良くするって結構いいでしょ。その3、自律神経を整えよう。その1で、気象病の原因は自律神経がうまく機能していないことというふうにお話をしました。ではどうやって自律神経を整えていくべきでしょうか。自律神経を整えるためには、1つ目十分な睡眠、2つ目日光に当たる、3つ目適度な運動、4つ目バランスの良い食事などが大切なんです。え、よく聞くやつじゃん。当たり前のやつじゃん。当たり前こそが私たちの体には大事なんです。この中でも3の運動について、気象病改善のための自律神経を整えるためには朝に運動することが効果がありそうなんです。とある研究で、朝にウォーキングするグループと夕方にウォーキングするグループを比較してみました。すると朝ウォーキングしたグループは副交感神経を促進したのに比べて、夕方ウォーキングをしたグループは交感神経の働きが促進されたそうです。自律神経は交感神経、副交感神経がどちらがいい悪いではなくて、この2つのバランスがとても重要なんです。気象病の場合は交感神経が過敏に働いてしまっているということが大きな原因の一つなので、副交感神経の働きを促進できる朝の運動が効果絶大なんです。運動する上で何よりも皆さんが楽しく続けられるということが大事なので、朝起きてカーテンを開けてソーラン節を踊る、最強じゃないですか。以上、気象病について解説していきました。これからも皆さんが元気に健康に、そして美しくなれるために役立つ情報を発信していきますので、この動画が楽しいと思ったらぜひとも高評価、グッドボタンをお願いします。そしてもっともっと見てみたいと思ったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。私の夢はソーラン節を100万人の人と踊ることです。心も体も元気になるソーラン節で気象病もやっつけて、皆さん毎日がハッピーに生活していきましょう。もし朝ソーラン節踊ってみたいと思ったら、こちらの動画を踊ってみてください。それではまた次の動画で会いましょう。ソーラン節で元気に、バイバーイ。